じゃらんじゃらんチャリマカあらよいしょ栗です。大家好 Hi everyone 皆さんこんにちは、けままです。 Hello アパカパスモアスダマカ。先日マレーシアのクアラルンプールにあるヨイチパサマラムクアラルンプールに行ってきました。ミングロパサヤマラワクパサマラムディケア。こちらのアートマーケットは土曜日のみ開催されております。ストリートフードや軽食、フルーツ、飲み物が販売されています。こちらは世界最大の南国フルーツ、ジャックフルーツです。中には黄色い甘い果肉が無数に入っています。ついつい美味しい食べ物に目が行ってしまいますが、足元に気をつけないといけないですね。おもちゃ屋さん、着心地良さそうなカラフルなバジルがたくさん販売されていました。こちらは布屋さんのようです。マレーシアの民族衣装の一つ、バジュクロンの生地が販売されていました。さまざまなデザインや色があり、どれもとても素敵でした。果物屋さんには南国のフルーツやブドウ、リンゴがスーパーよりもかなり安くで販売されていました。ブドウをスーパーで買うと13リンギットほどします。リンゴもかなり安いです。こちらは子供が大好きなアポンというストリートフードです。このように薄くパリパリのアポンもあれば、薄いパンケーキのようなもっちりとした食感のアポンもあります。砂糖やネスタムという飲むタイプのシリアル、コーンが乗っています。5つ4リンギットで購入しました。動画の最後で実食します。美容と健康にザクロのジュース屋さんがありました。絞りたてのザクロジュースが購入できます。甘栗がありました。子牛に砂糖を加えて焙煎されていました。焼きたての甘栗を購入しました。一番小さいサイズで10リンギットでした。甘栗の他にも蒸したさつまいもや落花生が販売されていました。カラフルなフルーツジュースが至る所で販売されていました。マレーシア料理だけではなく、ピザなどのウエスタン料理もありました。マレーシアはグルメパラダイスです。夜遅くでも美味しい食べ物が簡単に購入できます。ケバブ人気なんでしょうか。結構屋台で販売されていました。ブルーハワイレモンね。面白いスナックが売っていました。マイナス196度のトウモロコシパフスナックが販売されていました。スナックを入れた容器に液体窒素を入れて瞬間冷却します。科学の実験のようで、子どもたちは興味深そうに見ていました。
何度か別の容器に移し、まんべんなく冷却しています。アイスのように冷たくかなりサクサク新食感でとても美味しかったです。液体窒素は有害物質ではありませんが、大量に食べると口の中が凍傷するかもしれないので美味しいんですが、食べ過ぎには注意です。人が結構いたのでマスクを着用しました。スナックを食べている間に蚊に刺されました。よく蚊に刺される方は虫除け対策が必要かもしれませんね。マレーシアたこ焼き人気なのでしょうか。3軒ほどたこ焼き屋さんがありました。私の大好きなペナンの浅村草が販売されてました。この日夕食を食べて行ったのでちょっと今回は購入できなかったのですが、次回絶対食べたいです。揚げ物のお店がすごく多かったです。茶色い食べ物は世界共通で激うまですよね。マレーシアの揚げ物、フライドチキンなどめちゃくちゃ美味しいです。マレーシアの伝統的なお菓子クエ、市場に響く威勢のいい声、活気があって雰囲気がすごく好きです。トウモロコシにかけているのは練乳です。こちらにもたこ焼き屋さんがありました。たこ焼き本物の誘惑に負け、こちらのお店でイカの唐揚げを一つ購入しました。めちゃくちゃ大きいですよね。サトンサトン開始。イカの唐揚げは1つ15リンギットでした。安いですよね。日本の屋台でも人気のストリートフード、ベビーカステラがありました。チョコバナナはありませんでしたが、チョコイチゴやチョコマシュマロ、チョコグミがありました。ダリダリダリ、チョコイチゴのお店にマレーシアの駄菓子も販売されていました。日本でも人気のグミも売っていました。ナイトマーケット本当に楽しかったです。また行きたいと思います。夜のケールタワーとツインタワーがとても綺麗でした。
家に帰ってきて子供たちをお風呂に入れて、今寝室で主人と一緒に子供たちが寝ようとしているところです。お風呂に入るとメイクをもう全部落としてしまって、かなりすごい状態でカメラの前に立ってしまうので、メイクを落とす前にちゃちゃっと購入したものをご紹介をして、で実食をしたいと思います。座るところがなかったのでお持ち帰りしてきました。子供たちは車の中で食べていたんですけれど、聞こえますかな、大丈夫かな、ノイジー、 This volume OK right。 こちらパリパリではなくなってちょっとしなっとしてしまっているんですが、なんかこんな感じです。いただきます。生地が本当になんかクレープみたいな感じで、もっちりしてるクレープ、多分今でもすごく美味しいんですけど、焼きたてだったらもうかなりもうパリパリで美味しかったと思います。はい、あの場で食べればよかったんですけれども、これ美味しい。うん今11時半です、ちなみに太っちゃうかも美味しい。その後に購入したのが栗です。これ甘栗、こんな感じの栗です。栗ゴリ浜崎あゆみさんの真似、栗怒られるね、ファンに。すみません、似てない、全然似てない、モノマネね、本当にねできないゴリが寝るのでちょっと静かに喋らないといけないので、聞こえづからかったらすいません。いただきます。ゴリゴリ似てない。香ばしい。ちょっと口の中の水分全部取られる。もう一個食べよう。本当にいろいろローストしてる感じ、ほらちょっと焦げ目があるね。あ、これは割れやすかった。うん、香ばしくてすごく美味しかったです。ちょっとずつ食べようと思います。次に購入したのが、いちごにチョコレートがコーティングされてます。バナナはなかったですね。いちごが3粒ついて3リンギットでした。でこちら息子がね、いちごいちごストロベリーって言ってきたので1つあげました。1つっていうか1つ半、ちょっとこっちかじってる1つ半食べてしまったんですけれども、いただきたいと思います。うん、あ、これ美味しいわ。これね、チョコレートが美味しい。カカオの味がしっかりして、これダークチョコレートじゃない、何パーセントだろう。すごくね、いちごの甘さと酸味にとあってすっごく美味しいです。これね、もう一本買ってもよかったかもしれない。ラストいきます。美味しい。なんかいちごもいい味する。どこのいちごだろう。すごく美味しいわ。甘いの次にね、イカの唐揚げ11時半にイカの唐揚げを食べます。ちょっと明日だとね、やっぱ鮮度が落ちちゃうと思うので。あ、あった、イカあった。お店の方もね、フレンドリーですごいね、感じのいい方が多かったですね。はい、こちらイカちっちゃく切ってくれました。食べ歩きができるサイズ感です。いただきます。おいしい。イカの唐揚げは15リンギットでした。イカ1杯丸ごとフライにした感じで、すごくね、食べ応えがありますね。安くないですか、15リンギット。衣ももちもちですごい美味しいです。うん、美味しい。うん。やばい。止まらない。実は、このナイトマーケットっていうのに、5回 ?6 回ぐらいしか行ったことなくて、めちゃくちゃ久しぶりにナイトマーケットに行きました。うん、やっぱりいいですね。
で今回行ったのはパサマラムクアラルンプールというナイトマーケットに行ったんですが、子供たちもなんか面白い食べ物とかいつも行かない場所に行って、ね、すごくね楽しそうに過ごしていました。やっぱ食べるの最高おいしい。ちょっとそろそろやめておかないとやばいね最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。インスタグラム、ツイッター、ブログもしておりますので、よろしかったらフォローお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。